ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、夜回りさんの実況やっていきたいと思います。というわけでね、前回霧がいいところっていうところで、このお地蔵さんの目の前で保存をしたのですが、前回一番上まで行って、上まで行ったら追いかけ回されましたというところをやりました。なので、この上ではないところのルートっていうのを見つけてあげなければいけないというのが、現状のステータスになってるかなと思います。で、このステータスの状況なんですけども、なね、この文字の書かれた石が落ちてるというのがあるんですね。読んでみよう。奈良だ灯籠の8つ目と9つの間って書いてある。これもヒントになるかも。メモしておこう。というわけで、ここのですね、石のメモっていうのを拾っていかなければいけません。竹林の石に書いてあった暗号をメモしたものというのが、あと三つだか、ここにね、顔あって怖いよね。怖い人怖いよね。まあ、顔があるってことだけ認識しておいていただければなと思うんですが、ミシのメモが三つだか四つあるんですよね。で、これをちょっと見つけていきたいなと思います。これかな。よいしょ。また文字の書かれた略。というわけで、次の暗号が、白瀬の外側、出てはけない。これはね、ちょっとわかりやすいヒントかなと思います。で、これが、あと、これが3ですね。で、こんな感じで、あと2個あるので、2個見つけていきたいわけでございますね。まあ、10円玉かなんか知らんけどね、アイテムなんかもゲットしつつ、よいしょと。で、次、これかな。よいしょ。ね、また文字が書かれた石が落ちてるってことで見ていくと、看板先突き当たるまで牛を向いてって書いてあると。で、正直攻略サイトとか、見てないと、これ、ちゃんと全部見ないと詰みますね。そんな内容のものです。これはさっき見たやつだよね。そうだね。だからこれともう一個右側のところにね、あるはずなので、それもちょっと見ていきたいんですけど、ロケハンの時もね、めちゃくちゃ4つコンプスの時間かかったんですよ。これはさっきの、そうだよね、お地蔵さんのところからだから、あったこれだ。で、また文字の書かれた石が落ちている。最後のヒントですね。人形へぶつけ石お金石の順にっていう風に書いてありますと。で、これを全部、統合していくとですね、ルートが浮かび上がってくるようになってます。例えば、よいしょと。さっきので言うと、灯籠、並んだ灯籠の8つ目と9つ目の間ってことだと思うんですね。で、数えてるのめんどくさいよねっていう人のためになんですけど、どれだっけな、看板が見えんだよな。看板が見えるようになってて、多分これの奥側かな？看板が見えるこの草むらが目印になってます。なので、ここを通りましょう。で、ここを通ろうかっていうと前に行けるんですけど、これまあすごい簡単に言うと、ちゃんと言うこと聞かないと戻されちゃいます。で、ここに看板があって、そこの看板の中には、この先私有地につき立ち入りは禁止していますっていうのが出てきますね。で、ここを後ろを向いたまま歩きます。ずーっと後ろを向いたままですね。で、この階段登って、さらに階段の先のこの扉のところまで来て、で、ここが開かないってなってるので、これの鍵は、どれでしたっけ？枯葉か。で、鍵が開きました。で、次よく見たらもう道路で白線があるので、内側に入ります。で、これこっちが、で、ここに人形がいるんですね。ここに人形さんがいらっしゃるので、この人形に向かって、石、お金、石の順番で投げると首が取れて、
で、すると白いもやに、飲み込まれたようになるんですけど、この白いもやが飲み込んだ先は、ヤシルキの目の前にワープするようになってます。お、見覚えのあるとこですね。で、誰かの日記、表紙がしわしわな日記、とても小さな文字で、この頃子供たちが来なくなったあの子が寂しがっていると書いてあると。で、無論ながらここでお地蔵さんにお供えもできるので、これをしてあげれば、他のところのこの移動もできると。あれですね、多分向こう側か何か、あのね女の子のいる位置とかで考えると向こう側からワープしたんだろうなーみたいな感じになってます。で、ただのアイテムのゲットの部分ですけど、上側のところに行きますとですね、アイテムが落ちていて、ここに石のカエルが落ちてますね。ちっちゃな石ころだけど見る向きを変えてみると、口を開けて驚いた顔をしている小さなカエルに見える。ただの石だけど、というわけでございます。というわけで、ここからはですね、この屋敷の中に入っていく、まあ俗に言う屋敷編っていう感じでございますね。さっきセーブしたっけ？多分死ぬことはないけど、何かあったら嫌だから。ああ、でもさっきこれ見てるからセーブしてるな。というわけでございまして、お屋敷の中に入っていきましょう。ボロボロのお屋敷だ。中に入ってみようかな。というわけで中に入っていきます。ここはね、なんか、お使いがメインかなっていう感じですかね。こんな感じでね、ちょっと、竹とかが生えてて、なんかめちゃくちゃ古くても、自然に壊された街みたいなね。街ってか家みたいな。で、ここにね、こういう石像というかマネキンがいて、こいつ走り出すんだろうなと思ったら最後まで走りませんでした。なんかちょっとだけ損した気分です。で、ここ開かないんですね。で、開かないと思って調べてから通過すると開くようになってます。で、この中に入っていきましょう。ね、ちょっとね、雰囲気はね、嫌な人ダメな雰囲気でしょうね。私もダメですね、どちらかといえば。さあ、足跡。誰かがいたんでしょうか。さあ、というわけでさらに奥に進んでいきますと、あら、ドアの目の前に、甲冑の、ね、人形があって通れないや。立派な鎧の人形だけど、なんだから所々欠けてる気がする。というわけで、欠けてるんですよ。まあまあまあ、お察しのいい人は気づいたでしょうけど、ここからは、どん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 この欠けてるものを探しに行く感じですね。おや、なんかが落ちましたね。これ、さっきの鎧の人形の部品なのかも。拾っておこう。侍の兜を拾った。お侍さんが、被る重くて立派な兜、お人形だから僕には小さくて被ることはできなさそうっていうね。で、まあ、これで、兜が、手に入ったので、残りのアイテムを、どん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 と探索をして回収していきましょうという展開でございます。じゃあ、二つ目の部屋に入っていきましょう。ね、ところどころね、赤いシミとあと、このでっけえやつとかね、めちゃくちゃ気になりますけどね。という感じで、とにかくガーッと進んでいきますと、よいしょ。ね、侍のコテを拾った。お侍さんがつける腕のところの鎧、硬い素材でできていて、揺らすとガチャガチャと大きな音が鳴る。ね。で、まあ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 、この手に入れましたら、みたいな感じで、こんな感じで、ガシ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 。ああ、びっくりした。これ、字幕じゃないのやめなよ、君。字幕するほどかな。悩ましいな。どれぐらい怖い体勢ギリギリの状態でみんなこれ見てるんだろうね。まあもちろんホラーゲーム全然得意ですよ。お前なんか食ったろ。ね、人もいらっしゃると思うんですけども。さあ、三つ目の部屋でございます。ちょっとね、ロケ班から日付が空いてるので仕掛けが覚えてないんだよね。で、侍の靴を拾った。お侍さんが履く、頑丈そうな靴、すごく重そうだから、これを履いて歩くと疲れてしまいそうっていうね、いう風になっておりますと。で、これらが終わったらまた、これで今お侍さんのパーツが全部フルコンプできてる状態になってるかなと。で、この奥側はね、確か何もないんじゃなか、ああ、アイテムが落ちてるぐらいか。あ、女の子いましたね、今ね。ね、女の子いましたね、ぐらいの状態なので、これでですね、お前はやりやがったな。こいつ、今、静かに落ちてきたよね。というわけでございまして、これで全部このパーツを持ってお侍さんのところに戻りましょう。さあ、というわけで帰ってきましたので、集めた部品を鎧の人形に返す？鎧の人形に部品。おー。
まだ八神が読んでる途中でしょうが。さあ、というわけでございまして、でね、ここでカチカチカチってなりますけど、無視していいです。ここにあるのがこけしですね。ね、ミニサイズのこけし、首を引っこ抜くとポコンという音で外れる。お顔はあまり可愛くない。まあ、その前に首を外してポコンと鳴らした事実が一番怖いですけどね。ちょっとサイコパスの毛がありますね。さあ、というわけで進んでいきましょう。上側は塞がってるので、ここに行くしかないようです。さあ、というわけで、お?閉じ込められちゃいましたね。さあ、さらに懐中電灯が。つけたときなんかあったかな?大丈夫かな?ちょっとね、仕掛けを覚えてないからね、ちょっとだけね、ビクッとするんですけど、大丈夫そうですね。あの、仕掛けにビクッとしてしまうとね、あの、字幕を入れる回数が増えるのでね、できる限り減らしていきたい省エネ派の八神ですね。ドアしかないね。で、開かなくて、帰ろうとするとイベントかな?あー、顔あったな、今。首取れたな。顔が、あー、もうこれは字幕。これはガイダンスできなかったから完全に字幕。さあ、というわけでございまして、顔があるというびっくりポイントが終わりますと、これでドアが開きます。で、ドアが開いたので、やったねー、つって。お、女の子の笑い声?さあさあ、どこから聞こえた笑い声でしょうか?そしてこの笑い声はあの赤い服の女の子なんでしょうか?さあ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 、進めていきましょう。よいしょ。で、こっち側にもそうそうアイテムがあって、指人形。ね。指につけて遊ぶための小さなお人形。何も入っていないのに振るとカラカラ音がする。指にはめたくはない。ね。なんか指食われちゃいそうな気がするよね。で、ここにね、10円玉入れて電話できる電話があるので、ここで、セーブができますと。で、さらに進んでいきましょう。あ、女の子です。女の子がすごい勢いで逃げていく。じゃあ一回追いかけていきましょう。ね。さあ、あ、ドア閉まった。あ、足音。鍵がかかってるみたい。ねえ、まさかの、なんかこの状態で鍵がかかってるっていうね、めちゃくちゃなんかふざけんなよって感じでございますね。さあ、というわけでここにですね、黄色い、なんかお人形だけが目立ってるんですね。で、あ、これまだか。そう。俺はどう聞いても笑い声にしか聞こえないんですけど、これこの声含めてワンチェックです。この人形から声が聞こえたような。泣いてるみたいだったな。感受性の違い。というわけで、この人形がなんで泣いてるのかっていうのがね、結構重要なんだと思います。というわけで先に進んでいきましょう。こっち側からでよかったんだっけな。よいしょ。あ、開かねえや。で、とりあえず、行けるとこ、もう基本的にはここ、マップ的に行けるところを全部探索するっていう方針で大丈夫なので、上からか。さあさあ、上側の方に向かっていきましょう。さあ、部屋に入りましたと。で、ここの部屋のね、この髪が汚れてるところ調べますと、人形のお洋服が散らばってる。持っていく?というわけで持ってきましょう。これ、さっき泣いてた人形に使えるかも。さあ、さらに扉が開きました。で、お人形の服、絵本に出てきそうなひらひらについたお洋服、ボロボロでホコリをかぶっている人形にぴったりな大きさ。というわけでございまして。確かこっち側は、この赤い足何?ね、ああ、手とかもあったわ。ね、こういうところとかもね、よく見る楽しさってありますよね。まあ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 、ホラーゲーム苦手な人はなかなかね、うわーって思うかもしれないけど。やっぱホラーゲームってね、前にも話してますけど、こういうところを全部どうやって作り込むかっていうところで全体的な世界観を作るゲームだと思うので、小さなヘアブラシが置いてある。これ、さっき泣いてた人形に使えるかも。さあ、子供用ヘアブラシを拾った。僕の手にぴったりな大きさの子供用のヘアブラシ、まだ使えそうだけど、誰かの毛が絡みついててすごく不気味だ。というわけでね。まあまあ、お前よくそれ持ったなっていう話ですけど。という感じでですね、あれ一回、なんかあったっけ?足音聞こえるだけかな?で、
まあ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 、ちょっと笑い声が聞こえるぐらい、もう笑い声が聞こえるぐらいはね、もうかかってこいよっていう感じな。あ、また電気消えちゃった。大丈夫かな。あー大丈夫で、今一瞬ね、あの右下の人形にびっくりしたのはありますけど、まあ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 、ここも右下のところから、部屋から出られますので、出てしまえば OK と。で、どこだっけかな、上側にもね扉がある場所、ここで一回なんかね迷ったんですよ。ここで一回迷い申したんですよね。でもこっち側、あ、こっち側か。で、外側からアクセスできるようになっていて、こっち側からぐるっと回ると、人形の腕が落ちてる。これさっき泣いてた人形に使えるかも。さあね、一瞬赤い女の子がいてびっくりはしましたが、とりあえずこれで問題なく抜けられましたと。あー、 お前字幕もう最近は字幕か字幕じゃないかの方が気になってる。古いお屋敷で見つけた人形の小さな腕、お人形に取り付けられるように式な作りになっているね。あのあれかな、先っぽの方が丸くなっててキュポッてはめられるみたいな感じかな。というわけで、これで、3つの女の子にまつわるアイテムが手に入りました。でこの3つのアイテムを使ってですね、先ほどの女の子のところに戻りたいと思います。よいしょ。集めた部品を人形に返す。なんか全部終わった後にね、人形がなんか睨みつけてくるみたいな、ちょっとね怖いシーン、私顔がグワってなるんですよね。ずいぶんね可愛らしくなりましたよね。可愛らしくなった途端にその顔ですけども、私の可愛らしいって言ったレビュー返してほしいですけどもね。はい、というわけでございまして、お屋敷の鍵を拾った。竹やぶの屋敷で見つけた人形の首にかかっていた鍵、お屋敷のどっかの扉で使えるかもしれないと。なので、まあ、あの子なりのお礼なのかもしれないですね。というわけでございまして、これらもろもろが終わりましたら、右上の扉に行きましょう。ね、鍵がかかってるみたいと言われるので、鍵がかかってるところにお屋敷の鍵を使ってあげることで、ここが開くようになっております。で、さらにね、中進んでいきたいと思います。よいしょ。そこにあったの確かお金とかじゃなかったっけ？そうだよね。で、ここのね、ちょっとしたところにですね、お地蔵さんがなぜか不自然にいまして、ここにセーブすることができるようにもなっております。で、これでね、また先の方に進んでいきたいと思います。さあ、先ほどの右上のところ、抜けたところのドアですね、開けていきますとですね、開かないんですね。閉じ込められたってやつですね。というわけでございまして、ここはね、ダイニングかなみたいなところの部屋になってますと。でね、ここからはなんか順番が俺不規則であまりわからないんだけど、ぐるぐる回って、まずは、お化けと遭遇していく展開のはずですね。お化けっていうか赤い子か。よいしょ。でね、この部屋のあの感じも覚えとくと、この後回りやすいですね。トイレがあって、浴室があってっていうところ。で、上側が寝室になってます。で、寝室になってて、寝室も出てと。これで一周。で、女の子がいますねと。女の子無視してアイテムを拾いに行く主人公。あら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 。ね、思わず離れますよ。あ、顔見れた。あれれーというわけでございましてね、急に一回、なんか、進化したと思ったら、アイテムを持って逃げちゃいました。さあ、というわけでございまして、ここからはあの子を追いかけていかなければなりません。で、追いかけなきゃいけないんですけど、この紫の火みたいのも出てくるんですね。なのでこいついい感じに避けながらですね、こうやって見つけていかなきゃいけません。で、こうやってバヒューンってなったら終わりなので、なんだろう。まあ、言うならばこれ多分、かくれんぼなんですよ。ただの。なんてことのない、意味のない、かくれんぼだと思うんですね。なので、かくれんぼで女の子を見つけてあげましょう。で、もちろんね、部屋の中入ったらさっきみたいにこの紫の玉とか出てくるところもあるんですけど、女の子の位置が分かってれば、まあまあ、死ぬことはないので。
あ、まだドドド大丈夫？よいしょ。で、この後かな。よいしょ。で、こっち行って。あー、いない、いないけど、弾だけ来てるので、弾だけ避ける方針ですね。よいしょ。見つけた。はしゃはしゃぐじゃん。さあ、これでね、かくれんぼが終わったのか、一度ですね、明るさが、取り戻されましたね。で、なんか落ちてるぞと。おや？ね、拾おうとしたのに、拾えませんでしたな。拾われた。さあ、というわけで、また逃げられてしまって、また電気が。さあ、というわけで、まだこれは継続でしょうか。おらー。次は鬼ごっこか？おー、鬼ごっこか。おー、お前ずるくねえか、それは。急に俺のスタミナキルしてくるのはずるいぞ。ほらほら、待て待て。待て待て。あ。この子、お人形だったんだ。壊れちゃった。僕と、遊びたかったのか。あ、これは汚れた絆創膏？というわけでございまして、このシーンのラスト戦になりますね。まあ、ここからは基本的にこうやって扉の目の前で一回閉じ込められる形になってきて、改めて現れてくるっていうのを繰り返していくっていうサイクルになってます。で、まあまあ追いつかれちゃうとやられちゃうっていう流れになってるというところなんでございますが、ここの逃走結構時間がかかりますので、ちょうどよく一度ですね、このボス戦の前で今回は終了とさせていただきまして、次回はまた次の動画とさせていただきたいと思っております。というわけで、ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミハイデがご案内しました。ではまた次回動画でお会いしましょう。というわけで See you next time, stay tuned. Bye bye.